フランツ・シーマーは、オーストリア・オーバー・エスター・ライヒ州、ハークアム・ハウシュルック出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。2005年まで、エアステリーガに属していた SV リートの育成部門、サテライトチームを経由して、トップチームに昇格。18歳の若さで、スタメンに定着し、同リーグでの優勝。 そしてオーストリアブンデスリーガへの昇格に貢献した。その後オーストリアブンデスリーガの FK アウストリア、ビンへ移籍、スタメンに定着した。オーストリア代表レベルでは UEFAU-17、欧州選手権3位などを果たし、2007年10月のスイス戦で21歳の若さで A 代表初出場。コートジボワール代表戦では、 ディディエドログバを完全に抑え込み、若手ながらも、国際レベルで通用することを証明する。2009年9月9日のルーマニア戦で、代表初ゴールを記録。2006から07シーズンには、オーストリア・ブンデスリーが最優秀選手賞で2位となった。レッドブル・ザルツブルクでプレーしていた2014年12月14日、現役を引退することを表明した。 2016年1月より、エアステリーガに所属する FC リーフェリングのアシスタントコーチに就任した。翌年2月13日、フルスである SV リートのスポーツディレクターに招聘された。オーストリア U-17。ありがとうございます。